南海トラフ地震と津波の磁気波2025年の7月の可能性があります。あの東日本大震災の月と年を当てた本である私が見た未来を購入しました。南海トラフ地震波この本の中で2025年の7月と言及されています。ただしこれは夢の出来事ですので正しいとは言えませんのでご了承ください。外れても仕方ありません。南海トラフ地震波昔から繰り返し発生しており、有名で昔から研究の対象で環境にも研究している人がいます。気象庁によると静岡から宮崎にかけてマグニチュード7の地震と10メートル級の津波が発生する可能性があるとされています。いろいろな省庁で地震対策の会議が開かれています。私が見た未来では震源波フィリピンと鹿児島とグアムを結んだ三角形の真ん中あたりです。必要不可欠なもの波できれば津波の被害が及ばないできれば標高30メートルの場所に保管しておきましょう。津波の予想波10メートルです。私が見た未来では30メートルです。西日本で太平洋に面する地域では2025年7月での海水浴や釣り波見送った方がいいかもしれません。また車には重要なものをまとめておいていつでも出発できるようにしておいた方がいいかもしれませんね。できれば高台に重要なもの波置いておいた方がいいかもしれません。今波2023年ですので急いで書いてみました。